え、北山くんめっちゃ茶髪やで。それいいの？ヤンキー？あのごめん、これあのプール、僕水泳やってて、あのプールの入りすぎで、ちょっとプールの塩素であの髪の色が抜けて茶髪になってるだけであって、あのヤンキーとかではないね。え、北山くんって水泳やってんねんな。あ、うん。え、何メーター泳げんの？いや、まあ正直永遠に泳ぎ続けれるけど、まああのお腹すくまで。うわ、これジャケットめっちゃいいやん。これ着てみようかな。ちょっとごめん、これ肩が合わへんわ。肩が合わん。肩以外は合うねんけど肩が合わん。これおはよう。今日めっちゃ体筋肉痛やわ。いや昨日さ、リクトレめっちゃ頑張ってん。リクトレ。すいません。普段走ってない。普段水泳だけ。マラソン大会は3位。いただきます。よし、体重減ってる。やっぱイルカってドルフィンキックうまいな。はい、じゃあ髪切っていきますね。はーい。ちょっとすいません、あの髪めちゃめちゃ傷んでるんですけど。あ、水泳やってるんですね。あ、え、毎日、あ、毎日2時間。あ、そんこだから、え、そんな髪質なるんですね。へー。水泳部って練習でどれぐらい泳ぐの？まあ1日6キロ7キロぐらいかな。すげえ、止まらずに。何を言ってるんだこいつは。え、プール、あ、プール行くん？あ、いや全然いいよ。え、そのプールって潮水？淡水？ちょ、これミスった。マジでミスった。これやばいわ。やばいわ。昨日の水着入れっぱなしやわ。ん？ああ、ちょうど昨日の練習メニューあるし、見る？次ハンドボール投げか。まあ確かにな、肩あるし。まあまあ水泳やってるけどな。よし、行くぞ。うらっ。水泳部って水あって夏涼しいしめっちゃいいやんな。いや、泳ぎよったらプールの中普通に暑いし、酸素は全然ないし、めちゃめちゃしんどいわ。あー、ちょっともう勉強しんどい。ちょっと休憩しよう。うん、ちょっと休憩しようか。うん、休憩して、次じゃあ、数学しようか。数学。数学をじゃあ次、上から行こう。上から数学しよう。え、上からやん。上から。え？上から。え、分からへん。上から分からへん。え、時計の上からやけど。え、分からへん。